福島。中学新人戦白熱の県大会決勝、いわき FC のファン感謝祭に密着。福島ユナイテッドは首位相手にゴールラッシュ。福島のサッカーの未来のために、福島の未来へキックオフ、キックオフ福島。こんにちは、キックオフ福島の時間です。ゆささん、日本代表強いですね。強いです。2試合連続の5対0、素晴らしいですね。この強さの秘訣はどんなところにありますか？やはり海外でプレーしている選手が大半を占めてるってことですね。ヨーロッパで揉まれて、そうです。次のワールドカップ楽しみですね。楽しみです。まずは中学新人戦です。木曜日に白熱の決勝戦が行われました。決勝に勝ち進んだのは赤のユニフォーム郡山一中と黄色の東日本国際大学附属昌平中学校。新チームとしての初の県大会、どちらが勝っても初優勝です。前半19分の昌平、ロングボールに追いついた10番倉科、最後は9番瀬谷が合わせ先制。22分反撃に出る郡山一中、11番船橋、同点に追いつきます。28分の昌平、ゴール前7番福田が駆け上がってきて落ち着いてゴール。昌平が2対1と再びリードを広げます。エンドが変わって後半、昌平の攻撃。最後は倉科、さらに11分、瀬谷が押し込んでこの日2点目。16分森、ディフェンダーがここまで駆け上がってくる。26分、またまた瀬谷、ハットトリックで6対1。去年決勝で敗れた昌平が新人戦初優勝。3年生が抜けた新チームで福島県の頂点へと輝きました。今日優勝してみてどうですか？めっちゃ嬉しいです。今年のチームの特徴を教えてください。今年は個人技を持ってる人が多いんで、パスでつないでって、そのままショートカウンターとかでもいろんなバリエーションで得点につながることが多いと思います。キックオフ福島。続いては福島ユナイテッドです。ホームで首位愛媛と対戦しました。1600人を超えるサポーターが訪れたこの日、試合前には特設ステージでさまざまなイベントが行われ、ホームゲームを盛り上げていました。大樹さん、どうですかこの2人。福田島日之助、日之助くん、ね、J2 昇格を決めた愛媛を迎え、7試合ぶりの勝利を目指します。スターティングメンバーはこちらです。吉永選手に代わり田中選手がスタメンに戻ってきてます。そして3バックの右には引き続き野瀬選手が入っています。前半24分の福島、ここターンして前に出たの素晴らしかったですね。そして見てください、真ん中上畑選手が全力疾走してます。2対1仕掛けろ、素晴らしいゴールでした。これはもうこのガッツポーズが物語ってます。幸恵選手、ここでね、仕掛けたことに勝負がありました。本当に素晴らしいゴールです。前半29分の福島、ナイスボール、ここワンタッチ綺麗で、そして森光太選手が斜めに走って1対1の状況を作りました。これも素晴らしいゴールですね。見てください、ここで塩浜選手の川田氏が斜めに走る、そして光太選手が得意のドリブルを活かせる状況を作り出しました。素晴らしいゴールです。最後も冷静でした。前半43分の福島です。今度は横からです。このファーストタッチ綺麗でしたね。で、相手に向かって仕掛けることによって中を見る時間ができました。幸恵選手よく合わせました。見てください、余裕があります。素晴らしいゴールです。そして幸恵選手素晴らしかった。
まだまだ福島の勢いは止まりません。そして後半44分、これ素晴らしい J リーグ初ゴール、大森選手おめでとうございます。与田監督嬉しそうです。みんなにもみくちゃんされてますね。高さを生かしたヘディングシュート、これ映像映ってないですが、森選手近づいてって蹴ります。大森選手これ子供たち真似しないように。愛されてますね。愛されてます、はい、3ヶ月ぶりにホームで勝ち点3を手にしました。そうですね、森光太選手から、まあ、縦パス出てくるかなと思ってたんで、まあ、相手も1枚しかいないっていうのは自分の中で分かってたんで、まあ、相手抜いて決めてやろうっていう気持ちはあったんで、まあ、うまくゴールにつなげられてよかったです。そうですね、久々に天皇杯ぶりだったんで、リーグ初ゴールっていうのもあってすごい嬉しくて、シンプルに嬉しくて叫びました。本当に素晴らしいゲームでした。こういう試合を、ね、続けてくれることによって見てる人も、躍動感あふれる試合で嬉しいと思うんでね、引き続き残り2試合頑張ってほしいです。勝った相手愛媛っていうのが福島だけ唯一シーズンダブル2勝ということで、それも嬉しいですよね。そうですね、首位相手に素晴らしい戦いでした。そして遊佐さんが注目したプレーがこちらです。まずは攻守の切り替え、森光太選手が失ってすぐ立つ、そして上畑選手も続いてる、そして後ろで取る、素晴らしいプレーです。そして相手の流れを断ち切る、これオンゴールの後だったんですが、海人選手チームに勢いをまたもたらしました。ナイスセーブ。そして相手がプレスに来ているパスサッカーするにはここを剥がす、素晴らしいプレーでした。相手が来た時こそチャンスです。ここから横に広げて吉永選手、相手の裏に走ります。そうすることによって持ってる選手に時間ができる。ここも一緒です。森光太選手が斜めに走る、前の選手がアクションし続けること大切です。そして奪った後相手の逆をついて前に向かうからこそ、相手は後ろ向きで守備するようになってファールするしかありません。本当に素晴らしいプレーがたくさんあっていい試合でした。それでは J3 リーグの順位表です。福島ユナイテッドは勝ち点43の15位、順位を1つ上げました。残り2試合です。明日午後2時からアウェーで最下位のギラバンツ北九州と対戦します。ユサさん、連勝で戻ってきてほしいですね。そうですね、残り2試合頑張ってほしいです。そして来週12月2日最終戦のホームゲーム、琉球戦の前に行われる親子サッカー教室の参加者を募集しています。小学生までの親子が対象です。その日の試合観戦できる親子ペアチケットなど特典もあります。詳しくはクラブの公式サイトをご覧ください。そして来月9日ファン感謝祭、福島ユナイテッド FC ファンフェスを開催します。いろいろと楽しい企画を用意しているということです。場所は福島トヨタクラウンアリーナ、どなたでも無料で参加できます。こちらも詳しくはクラブの公式サイトをご覧ください。そして一足先にシーズンを終えたいわき FC はファン感謝祭を開催しました。イベントには650人以上のファンが集まりました。みんなで笑顔あふれる楽しい感謝祭にしましょう。よろしくお願いします。田中選手ありがとうございました。もも上げいきますよ。いわき FC ラスク、まずは準備体操から。動く前は準備体操が一番大切ですからね、しっかり体を動かしてほしいです。選手ももうちょっとちゃんと動かしてほしいですね。選手は会場にはこちらもいわき FC らしいさまざまなブースが設置され、それぞれの担当選手と交流を図っていました。楽しそう、いい表情してますね。さすがいわき FC らしく筋トレです。こちらは若手選手が担当するフットサルコート、選手と一緒にプレーできるんです。続いては筋肉自慢の選手が担当する筋トレ体験。いや楽しかったけど思った以上にきついです。今日はまあ選手と触れ合ったりステージとか、あといろいろ皆さんでスポーツできるのを楽しみにしてきました。こちらは懸垂の回数を競うコーナーです。懸垂本当にきついんでね、この後倒れてるのがよくわかります。やばいっす。毎日やってたのとすごいですね。今日も、はい、選手との触れ合いを楽しみに来ました。推しの選手誰ですか？鹿野選手です。はい、チーズ。はい、2枚。はい、ありがとうございます。ここは何かというと、いわき FC ならではのプロテイン試飲コーナー。こっちストロベリー。僕からストロベリーを飲みたいと。あ、嬉しい。
じゃあお母さんにも愛を入れちゃおう。お母さんお待たせしました。大好きだよ。これ2時間ずっとやってたそうです。江川選手、僕にも愛を注入してください。泉にシェイクって言ってください。泉にシェイク。いや、いわき FC らしくて楽しそうなイベントでしたね。ファンの皆さん楽しんだと思います。それではそのいわき FC からのお知らせです。ファンクラブラブいわきの来シーズンの内容が決まりました。今シーズンと同様、レギュラー、プレミアム、シーズンチケットの3つのコースから好きなコースを選ぶことができます。各コースに応じた入会特典があります。継続入会はすでに受付中、今日10時から新規入会の受付が始まっています。詳しくはクラブの公式サイトをご覧ください。最後に、全国高校サッカー選手権大会に出場する尚志高校が組み合わせ抽選会に挑みました。それでは今週月曜日に行われた組み合わせ抽選会、福島県代表の尚志高校からは中村監督と渡辺キャプテンがオンラインで参加しました。福島県代表尚志高校、前回大会優勝、連覇を目指す岡山学芸館と福島の尚志、この2チームが2回戦でぶつかる、初戦でぶつかるということになりました。前回優勝校とできるのはとても嬉しいことだと思います。自分たちはいつも通りのパスサッカーができれば勝てると思っているので、いつも通りやるっていうのをテーマにやっていきます。全国制覇するためにまず1試合1試合目の前の戦いに全力を戦っていきたいと思います。渡辺キャプテンの言葉を借りれば、目の前の一戦一戦、その先に決勝がありますからね。尚志らしく全国優勝を目指して頑張ってほしいと思います。その持ち味のパスサッカーで頂点にたどり着いてほしいと思います。また来週です。じゃあ岩渕選手の直してほしいところ。はい、自分の顔でかいじりです。自分の唇いじりです。こいつがいつもチームに伝染させてるんで、これ本当に口悪いんで